1位のドア開放軍、今日はこのカート、これをこの道路に置きたいと思います。ここそれなりに人通りってか車通りありますね。だからここに置いたらどうなるのかなって、ちゃんと車は避けるのか、それとも引くのか。まずは車が通らなくなるまで、まだ車いますね。あ、今車通らない。じゃあこれを道路に、意外これ難しいんですよね、道路の真ん中に置くの。このぐらいでいいでしょう。じゃあこれでカートはどうなるか、もうちょっと遠くから見ますか。これ見ましょう。どうだろう、あれちゃんと避けてくれるかな。避けてくれるか、それとも突っ込むか。というかなかなか来ないな、車来ないな。 S… あひどいな。え、みんな引いてく、見えてない、見えてないですね。人は避けてくれるけど、危な、あー、大丈夫です、行ってください。じゃあもう一回これを置きますか、道路の真ん中に。意外に置くの難しいんですよね、もどかしさがある。ここに置いておきましょう。じゃあこれで様子を見ますか、こっちから見ますか。これ見ましょう。前がいいな。まあ、観察するからちゃんと箱の方見てましょうか。鉄道が良かったかな。怖っ。あ、なかなかこっち来てくれないな、車来ないかな。よそ見せると車が来る、人は来るか。なんかライトつけた車、昼間からライトつけた車が止まってますね。あ、曲がっちゃった、こっち来ないな。カートが置いてあるってことを気づいてんのかな。 あの車来るかな。待ってるのもなんか退屈ですね。こっちに曲がってくる車はなんで少ないんだろう。あ、来た、まっすぐ。もう構わずぶつかってきますね。ということで鉄道軌道の方にちょっとこれを持ってきますか。あ、来た、来たと思ったらバスか、あれ。じゃあ鉄道待ちましょう。これ待ってればいいか、ちょっと見づらいな。これで鉄道が来るまで待ってましょう。ちょっと危ないところかな。鉄道軌道にこのカート、手押し車を置きました。あとは鉄道が来るまで待ってるだけですね。なかなか来ないな。ここの鉄道どのくらいなのかな、来るの。夕方から夜になった、急に明るつきましたね。あ、鉄道来たか。あ、来ましたね、鉄道来ました。じゃああのカートがどうなるか、手押し車がどうなるか。全然止まる気配ないですね。あ、持ってかれちゃった。